じゃあ時間になったのでそろそろ始めようかな。はい、皆さんこんにちは。パソコンクラブの今期6回目最終回ということでね、やっていきたいと思います。今日はね、プチコンでパズルバトルゲームを作ろうカッコ4最終回ということで、今日はね、今まで作ってきたパズルバトルゲーム、まあ大体、一通りゲームとしてはできたんだけど、BGM や効果音をつける、あとアイテムを追加するというのを今日やってみたいと思います。で、じゃあまず DS 配ったので、まずプチコンを起動しよう。スマイルベーシックでプログラムを作るっていうメニューを出して、で前回のプログラムがパズル10っていうプログラムで保存してます。で、前回ね、できて最後までいけた人もいけてなかった人もいたんだけど、一応センターの ES には前回の、最後まで行った状態でパズル10っていうプログラムが入ってます。なのでロードでパズル10ってやってプログラムを呼び出ししてください。一応数字パネルをね操作して、でモンスターに攻撃をして、で向こうからも攻撃を受けて、で、勝負の判定をするっていうところまで前回やりました。一応前回ね、そのまあゲームのね、バトルゲームの基本となるところまではできたということです。いいかな、どんなだか確認はできたかな。で今日はね、ここから、続きのねプログラムを作っていきます。じゃあね、今日、みんなの机の上に配ってあるこのプチコンでパズルゲームを作るカッコ4っていう、こちらのテキストに行ってみたいと思います。で最初に BGM を鳴らすっていうところがあります。で今まではとりあえず静かにゲームが進んでたんだけど、まあいろいろ BGM とかね、効果音とかをつけてみようっていう。でまず最初のプログラムのタイトルをパズル11っていうのを変えます。今パズル10になってるから、それを11に変える。
で、テキストの1ページ目に書いてあるんだけど、BGM を鳴らすときには BGM プレイっていう命令を使います。で、最初にこうバトルがね、始まるところで、そのバトルの BGM を鳴らしてみますということで、この1ページの真ん中にあるように20行目に新しい行を入れて、BGM プレイスペース2っていうのを1行新しく入れます。BGM プレイ2っていうのを1行新しく入れます。で、入れられたら、ランしてこうしてみよう。そうするとあのバトルが始まると同時に BGM が流れます。DS のボリュームちょっと上げてやると音が聞こえます。ちょっとバトルっぽい感じ、怪しい感じ。で、音楽聴けたら一回のスタートボタンとかセレクトボタンを押して止めてやって、で今の BGM プレイ2っていうのの2の数字を変えてやろう。そうすると曲がいろいろ変わります。で、バトルのね、音楽のところができたら、あとあの、ゲームオーバー、まあ、自分が負けた時の BGM とか、あと勝った時の BGM とかも入れてみましょう。1ページ目の下から2ページ目の最初のところにありますけども、それぞれ BGM プレイ6っていうのと BGM プレイ4っていうのを1行ずつ追加してみます。そうすると勝った時とか負けた時とかにね、音楽が出るようになります。
2ページ目までの、ね、BGM プレイ追加すると勝ったときと、ね、負けたときの音楽が流れるで、2ページ目の、ね、下半分に、曲番号の、一応0番から42番まであるということで一覧表で書いてあります、ね、まあ、それも見ながら、ね、いろいろちょっと番号を変えて試してみてください。そうするといろんな、ね、曲が出てきます。はい、じゃあその次行こうかな。テキスト3ページから今度効果音を鳴らすっていうところ、まあ今ね音楽を鳴らしたんだけど、それと一緒にいろんなあの効果音をね出すことができます。で、プレイヤーとモンスターがこう相手に攻撃をするときの効果音っていうのを出してみます。効果音を出すにはビープ命令っていうのを使います。で、その3ページにあるように、プレイヤーの攻撃をするサブルーチンとモンスターの攻撃をするサブルーチンでそれぞれビープっていう新しい命令を1行ずつ入れます。そうすると攻撃するときに効果音が出るようになります。やってみよう。はい、じゃあね、BGM と効果音が付けられた人は一回プログラムを保存しておきましょう。パズル11っていう名前でセーブしといてください。ね、消えちゃうと困るから、パズル11っていう名前で保存をしといてください。保存できたら次行きます。ページ5ページから、今度ねコインのアイテムを追加するっていうところですね。今下の数字パネルのところ、まあ、0から9までの数字が出てるんだけど、そこにまあいろんなアイテムを追加していってゲームを面白くしようということです。で、まずあのコインを追加して、コインを含めてパネルを選んで消すと攻撃ポイントが2倍になるっていうルールにしたいと思います。まず一番最初のプログラムのタイトルを、パズル12に変えます。今11になってるから12に変えます。タイトルをね、パズル12に変えたら、実際にコインを出すプログラムに行くんだけど、パネルをね、セットするサブルーチンで、これまであの0から9までの数字をランダムに出してたんだけど、ある確率でそれをコインにするっていう設定にします。で、それが5ページの真ん中辺にありますけども。で、一応 5% 乱数で 5% の確率で、そのパネルの配列変数 P かっこ XY っていうのを10にする。今まで0から9にしかしてなかったんだけど10にするとまあコインにするっていう設定にします。あとあのパネルを消すと上からズルズルって落ちてきて、新しいパネルを出すんだけど、そこのところも、253行で、やっぱりコインを新しく、作るというふうに改造します。
大丈夫かと思うんだね。だ見やすくためにちょっとこう行をかけてる、これがね、見やすく行をかけてるのが多分詰まってる。240でいったら、まあ、ほぼほぼあるという。適当の方が違う。ぐらいになってる。順調に戻ってる。こういったポイントの計算については、テキストの7ページのところまでやると一応コインを、一色消すとポイントが2倍になるというようになります。ただそこまでだと例えばコインが2枚以上出てるときに2枚以上含めて消してもただの2倍にしかならないで、その次が8ページ目にあるんだけど、例えばコインが1枚だったら2倍になる、2枚だったら4倍になる、3枚だったら8倍になるっていう感じで倍々になってた方が非常に面白いということで、その8ページの下の方にあるように、2の適乗倍にするっていう改造をするとそういうふうに見えます。一応そこまでやると、まあ、コインの、ね、ルールとしては完成。もうね、やってる人もいるけど、9ページからはね、次にアイテムの、岩を追加したりというようになってます。岩は、まあ、アイテムっていうより、邪魔をするパネルがね、そこはもう選べなくなるというところで、まあ、この岩が出ることで、格段にちょっとゲームが難しくなるんですけど。で、プログラムとしてはパズル13っていうプログラムで、出し方はコインの時と一緒で乱数でね、まあ、パネルを岩に設定してやるというのが、9ページと10ページですね。9ページと10ページやると数字のパネルに岩が出てくるようになる。でその後11ページにね、その岩をタッチするともう、タッチが終了になっちゃうというルールを追加しています。はい、今ね、アイテム岩の途中をやってる人が多いと思うんだけど、ちょ2時半になったので休憩時間ということにします。45分になったら続きをやります。なのでトイレ行きたい人とか、適当に休憩してください。テキストの11ページまでね、できると、岩をね、追加するっていうところになります。その次12ページからね、このアイテムのスターを追加するっていうのがあります。これはあのスター星ですね、星を含めてパネルを消すとこうパネル全体がクリアされて全く新しいパネルになるっていう、そういうルールのアイテムで、プログラムはパズル14っていう名前でやっていくんですが、最初のね、そのアイテムを追加して表示するっていうところは、
これまでやったコインとか、ね、岩とかと一緒で、エラー数でね、パネルの数字を指定してやって、パネルを表示するタブル値を改造して、スターを画面に出す、その辺はまあ全く一緒です。その辺がね、テキスト12ページ、13ページあたりあります。で、じゃあ実際スター消したときにどうするかっていうのが、その次のね、14ページ、15ページあたりです。ちょっとね、そのパネルをクリアするあたりが、結構追加する部分が長いんですけど、その辺を追加すると、こう、スターを消すと、全体がクリアされるっていう。これでまたね、ゲームが違う展開になって、ちょっと面白くなる。プログラムをつけるとスターのアイテムが、ね、追加されてスターを消すとパネルが全部クリアされるっていう、そこまでできたらねパズル14っていう名前で一回保存をしといてください。あとテキストの16ページにねできる人はって書いたけれども、あの他にもねいろんなアイテムとかいろんなルールとかをね自分でオフィシャルに追加していくとねまた面白いゲームになると思います。一応ね、そこでは例で薬瓶とかね、シールドとかワイルドカードとか、アイテムを出してみたけど、まあ他にもねアイディア次第でね、いろんなことができるんです。あと17ページからまあおまけなんだけどね、演出としてこう体力の値を今までただ数字で出してたんだけど、こう横に伸びるバーで出してやる。そうするとこう減っていく様子がね、分かって面白くなるということで。で、これはね、このバーで表示するっていうのは、まあ今回以外にもね、例えば、格闘ゲームでの HP を表示するとか、アクションゲームでなんか自分のパワーを表示するとか、いろんなところでね、使えるテクニックを覚えておくと便利だと思います。
スタートルールで王様と含めてやる10の倍数じゃなくてもこうするんですか。全部スタートルールだからたまにしか出てない確率が低いアイテムの種類とかルールとかいろいろアイディア次第うわぁ、ヨーロッパのところは、まあ、最後までね、聞いた人はアイテムを追加してみるとかアイテムのキャラクターをちょっと変えてみるとか、うん、BGM とか効果音を変えてみるとか、まあ、いろいろね、改造はできると思うので、やってみてください。じゃあそろそろ終わりになるから、今打ってる人はあのセーブで保存しといてください。消えちゃうと困るからね。ちゃんとセーブで保存しといてください。で今回ね、パズルバトルゲーム、ね、4回かけて作ってみたけれども、いろいろね、なんか、アイテムとかキャラクターとか改造してる人もいるけど、いろいろ改造しがいがあるゲームだと思います、ね、アイディア次第でね、いろんなことができると思うので、やってみてください。あとね、で今回、まあ、これで終わりですけど、今日配ったこの紙の裏に、4月からの平成27年度前期の、ね、パソコンクラブの案内をつけました。またね、4月から、月に1回ずつね、全部で6回、9月までやりたいと思ってます。一応、やる内容としては2つですね。で前半2回が、レゴの車をプログラムで動かしてタイムアタックするっていうのをやりたいと思います。すでにね、まあ、レゴの車作って動かすっていうのをやったことあるんだけど、ただ車作るだけじゃ面白くないので、ちょっとなんかミッションを与えてタイムアタックしてみたいと思います。はいはい、一応個人戦で個人戦でお願いします。超軽量な感じで、あとそれから後半4回はね、今日もやったプチコン参考を使ってですね、今度はシューティングゲームを作ってみようかなと思ってます。シューティングゲームも以前2年くらい前にやったんだけど、前回やった時は縦スクロールだったので、今回横スクロールでやってみると思います。であと、まあ、ソフトも3号になってるからね、いろいろ機能とかキャラクターも増えてるので、そういったものも使いたいなと思ってます。ということなので、またね、4月から続けていろいろプログラムとかね、やってみたいなという人はぜひ申し込んでください。
あともう一枚、今日あのこの春休みプログラムセミナーっていうチラシを配りました。これあの1日だけのねセミナーなんですけど、3月22日日曜日にやります。で、今日もやったこのフジコン3号を使ってプログラム、ゲームのプログラムを作る予定です。で、このフジコンのね会社スマイルブームの社長の小林隆さんが講師にやります。あの社長さんに話を聞ける機会はなかなかないと思うので、ね、興味があったらぜひ参加してみてください。まだ小林さんからサンプルが来てません。で何を作るかわからないんですが、一応なんか3号の新機能を生かしたものをやりたいなとは言ってました。ということなので、こちらの春休みプログラムセミナーもよかったらぜひ参加してください。ちなみに、じゃあ、一応4月からでやる予定の、シューティングゲームをちょっと出そうかな。どういうことを一体にしてみるのか、皆さんお疲れ様でした。じゃあ DS 貸してる人は回収。クラブのページでダウンロードコード